JRA は10日、角田大川騎手、立党、石橋、が亡くなったと発表した。21歳だった。同騎手の父は角田光一調教師、53、イコール立党イコールで、兄は角田大和騎手、22、イコール立党、角田。函館競馬場、芝コース、くっきりと残るタイヤの跡、写真。立党、石橋守る級車所属として、 2022年3月にデビュー同期には今村聖奈西塚浩二らがいるデビュー戦となった同5日の阪神 1R で名勝総月に騎乗し JRA 初騎乗で初勝利を果たしたその年36勝を挙げ新人騎手特別賞中央競馬関西放送記者クラブ賞関西所属騎手新人特別賞を受賞した 23年にはシーズンリッチで毎日杯を勝ち、JRA 重賞初制覇。今年はここまで18勝を挙げており、今後が期待されていた。JRA 通算成績は1593 0 90勝。1日夜に函館競馬場の馬場内に車で侵入、芝コースを損傷させたため、3日から裁定委員会の議定があるまで、起乗停止とする処分を受けていた。 武戸代日本騎手クラブ会長の話突然の出来事に心の整理はついておらず悲しい気持ちでいっぱいですがみんなで前を向いて歩んでいきたいと思います吉田正義 JRA 理事長の話角田大川騎手はデビュー当初から活躍を続けていた将来を嘱望される騎手の一人でした今後も活躍を期待されたところであり残念でなりません ご家族様に慎んでお悔やみを申し上げますとともに、心よりご冥福をお祈りいたします。